お世話になります。ヒトリーでございます。今回はゾロアークをレイドスアナでゲットしていきたいと思います。こいつは夢特性はないので普通の個体のゲットとなります。今回ご紹介する場所以外にも多分出現する場所はあると思いますので、今回のやつは一つの例としてお考えください。私自身も捕まえてないので、検証しつつやっていきたいと思います。で、場所はどこかと言いますと、この道場の前からですね、こっちの湿原の方に行きますと、まずそこまで行ったら、右側ですね、に洞窟があると思うんですが、洞窟のそばまで行きます。それでなんか木が落ちてて、でかい木があって、それでもう一個ね、こっちに木があると思うんですが、この手前の巣ですね、ここでどうやら出てくるみたいです。で、柱の色は赤色でも出てくるか分かんないんですけど、とりあえず紫の柱では出てくるらしいので、今回紫の柱でゲットしていきたいと思います。紫の柱の出し方は、まずレポートを書きます。それでレポートを書きましたら、願いの塊を投げ込んでいきますと。で、それ願いの塊を投げ込みますかではいを押して、レポートに記録しますかではいを押した瞬間にホームボタンですね。で、それで今この画面ですけど、この画面からホームボタンを2回連続押してですね、それで柱の色を確認していきます。そしたら今赤色の柱が出ましたので、赤色の柱を確認したらリセットしていきます。これをですね、リセットしてもう一回先ほどと同じ作業をやって、紫色の柱が出るまでね、ひたすらリセット作業を繰り返していきます。OK、紫の柱が出ましたね。で、紫の柱が出ましたら中身を確認していきます。で、これアクエスパーですので、アクタイプ出るとこですので、やはりゾロアーク出そうですね。で、そこで、どうするかと言いますと、このポケモンはゾロアークじゃないので、みんなで挑戦をしてですね、いわゆる時渡りバグをやっていきます。この画面になったらホームボタンを押して、それで設定から日付と時刻を、1日、進めてですね、それで戻っていってやめるを押しますと。で、そうするとワットが復活していて、中身のポケモンが変わるわけでございます。これでゾロアークが出るまで、ひたすらこの作業をね、繰り返してやっていきたいと思います。あ、いとも簡単に出てしまいましたね。すげえかっこいい。めっちゃいいじゃないですかこれ。で、これ出ましたらどうするかと言いますと、一回戻ってここで必ずレポートを書いておきましょう。これなぜやるかと言いますと、もしレポート書いてなかったら願いの塊を入れた瞬間まで戻ってしまいますので、これレポートを書いておく必要があるわけでございます。そうすれば再選とかもできるので、絶対レポートを書いておくことをお勧めいたします。それでは早速やっていきましょう。適当にやっていきましょう。 OK、かっこいい。いいねー、めっちゃいいわ。こいつ巨大マックスしてほしいなっていう風に思うんですけどね。でもなんかこいつもウルガモスと一緒で、伝説っぽいけど伝説っぽくないっていうジャンルになっちゃって、少し残念ではありますね。つうか今気づきましたけど、ゾロワークって変化しないっすね。このレイドバトルの場合は。ですのでやっぱり格闘タイプとかで、いけばいいんじゃないかなと思います。で、こいつも5つ星で4つの壁ですから、全然余裕で勝てますね。全く硬くないし、特に強い技もやってこないし、全然問題なく勝てそうです。はい、 OK、 倒した。ナイス、いいね。はい、 OK、 普通にゲットさせていただきました。簡単ですね。めちゃめちゃ簡単だったわ。すぐ出たし、すぐ倒せたし。はい、鎧鉱石3個、経験アメ XL3 個という感じで、特にね、アイテム上でなんか変なところはないかな。普通のやつですね。とりあえずゲット。仲間思いのポケモン、恐ろしい幻を見せて住処や群れを守るのだ。なんかでもよく見たらゾロワーク剣立てで結構まろやかなポケモンになりましたね。見た目が昔はもっといかつそうな悪っぽい感じだったような気がしたんですけどね。はい、ということで見ていきましょう。 4V ですね。それはしょうがないしょうがない。はい、じゃあ中身見ていきましょう。はい、で登場こんにちはっていう感じでございまして、はい、特性はイリュージョンでございます。これは夢特性とかではなくて、普通にもうこれで確定ですね。で、技はナイトブーストと辻斬りと引っかくと旗突き落とす。なんで引っかくなんか覚えてんの確かにこいつ地味に引っかくがもう超痛そうですけどね。いいですよそれは。で、冷静な性格でございました。はい、ということで今回はゾロワークゲットさせていただきました。場所はこの洞窟の手前のところですね。清涼湿原の出現頻度もそんな低くないようですし、倒すのも簡単ですし、ゲットするの相当簡単なんじゃないかなと思います。ですので皆さんもゲットしてみてください。おい、何突進してきてんだよ。Historia